橋本さん、橋本さん。橋本市長と石原知事の会談は、関西入りした石原知事の方から申し入れたということで、今日昼、大阪市内のホテルで行われた模様です。橋本市長は会談の前には石原知事と会うと明言していましたが、今日はホテルの通用口から出ていくなど隠密会談でした。政局の混乱で衆議院の解散総選挙の空気が強まる中、橋本市長の大阪市維新の会と新党結成も視野に入れた石原知事らとの連携についても話し合われたとみられています。